次の曲に行きたいと思います。次の曲は2013年の年末に書いた曲で、去年1年かけてとっても大切に歌ってきた曲なんですけど、いろいろある日々の中で、ほんのささやかな幸せをほっこりするような瞬間を大切にしていきたいなというのがモットーみたいなものなんですけど、そんな思いを込めて書きました。聴いてください。マジックアワー。明日への輝き。